ケープコット国立海浜公園は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケープコットにある43,607エーカーの海浜公園。1961年8月7日、アメリカ合衆国大統領ジョン・ F ・ケネディにより、創立された。大西洋岸の松の木しか生えない、湿地帯のエコリージョンにある池、森林、海辺を含む、ケープコットのプロビンスタウン、トゥルーロー、 ウェルフリート、イーストハム、オーリンズ、チャタムの東、大西洋側に沿った40マイルの海岸が含まれる。アメリカ合衆国国立公園局により管理されている。2020年代においては、公園利用者が雇用手のために意識的に食料を残すなどした結果、警戒心が薄れた雇用手が人間を襲撃する例が見られるようになった。また、雇用手は、 狂犬病ウイルスを保有する可能性がある点からも問題視されるようになった。初の大西洋横断無線通信に成功したマルコーニステーション、ハイランズセンターホージアーツ、元ロース・トゥルーロ軍用飛行場などがある。ピークヒルバーズ界の家歴史地区は海の家や砂浜を含む1950エーカーの歴史地区である。ドーンロックと呼ばれる迷子石もこの敷地内にある。 トゥルーロの海岸にある元アメリカ沿岸警備隊駐屯地は現在ホステリングインターナショナル USA により42個ベッドのあるユースホステルとして創業されている。自転車専用トレールもあるアメリカ合衆国国立公園局100周年の一環でヘリング川川口の堤防や排水施設を除去し1909年の姿を取り戻そうとしている。 ありがとうございます。